始まりました。ミルクサッカーアカデミーの上馬です。のミルク佐藤です。はい、先生、今日はゼロックススカウティングや,やってくれるんですね。はい。はいということで、2月8日に、ねはい、迎えてくれます横浜 F マリノス J リーグチャンピオン大天皇敗派者ビセル神戸,ル神戸の伊勢山ですね、先生が何ですかスカウティングスカウティングしてくれると。あまこれはいいじゃん。また実はあの行くんです。ね、行くんでそしてらた、誕生日なんです。

今は、あ聞きの皆さんだけど、かなり行かれる方多いと思うそテレビでね、視聴される方も多いんじゃないかと思いますので、せっかくだから、ちょっとやってみようかと思いますが、今までだったら、去年と1個違う点ありますねここだけちょっと触れておきたいんですが、去年だったらこういうものやるとき、プレビューという言い方していたと思うんですよ。今期のミラーー違います。事前にやるもののことを名前を変えて、スカウティング。スカウティング。いや、これ、ひらがなで 可愛くない。<laughs> <laughs> もちろんね、かっこよくね。ね。はい。じゃ、左じゃ、ていいですか。はい。表がこっち、ドーン、出ました。お。ははは。えー、わあ、すごいね。まあ、いや、噛み合わせもずるまっているんですけれども、<laughs> はいはい、まあ、左から右を、周りの隅から左を。うん、神戸と。 なったね。え皆さんまず気をつけなきゃいけないのがですね、あのより左側のキーパーパクさんなんですけど、右側に飯倉さんがいるので、ちょっとマリノス二つほどしみれば、あれどっちだけなっちゃう可能性がある。それだけです。それはね。本当ですか？選手とかで本物があってゴールの位置間違ったしないですか？いやわかるだってイニエスとサンペールいるから、ちょっとあこのチームバルセロナだけってなっちゃう可能性もね。攻撃戦とかもやってますからね。あ確かにね。そう。そうだ。間違う人もいるかもしれませんので。どんなゲームになるんでしょうねこれね。はい。えま まずちょっとスタメン予想から各チーム行っていこうと思いますが左から右に攻める横浜 F ・マリノスなんですが、うん、キーパーはおそらくパク・イルケ選手右サイドバック、うん、まあ前、高幸選手の可能性もあるかなと思うんですがまずは、まあ、新加入組というよりまずここでね、うん、あの今年のまず1冠目を獲得しようっていうのはあると思うのでマリノスとしてはまあ結構なベストメンバーでやってくるんじゃないのかなと、うんうん、なんで右が松原、左がティーラと。 逆にチア畑中ただ畑中選手に関してだけは伊藤選手の可能性があります今ちょっと怪我をしてそこからの回復途上なので伊藤選手となる可能性はあることだけあんま無理はしない方がいいですもんねこの時期とかねそうなんですあと野々木・畑中選手出れたとしても100%では多分ないとは思われますよね私この日44歳になるんで畑中選手に頑張ってほしいですけどねあれ19ではない19番はいないんでねちょっと言えなかった 続いてボランチラインですがここはもう確定的ですね。ね 四十四ですから。はい。というこ全然ボランチラインにいますね。ええ、木田選手と尾毛原選手。元気な二人。はい。で、トップ下には丸子筋に居る選手が入る。まあ去年も見られた形ですね。で、右にあの中川さん。で、左に遠藤慶太かはいはい。で、真ん中にえ小名義のアドを入れましたという形になっております。ただこれ左にエリキが入るっていうパターンだとか、真ん中にエリキが入るというパターンもあると思うので、まあ旗の中エ 同じようのところはちょっとずれとかも起こりるかもしれませんそれだけは先に言っておきたいと思います。というワードがいるんだもんね。ただ、マリノスは4、2、1、3の形だとは思うのでもし強いて言うんであれば4、1、2、3と逆三掛けの形を作ってくる可能性はあるかと思われます。続いて右から左に攻める神戸ですね。キーパーはそんないクラさんセンターバックさんにはフェルマーレン大崎ダンクレいつ3バックであろうと。 でアンカーですねこちらは、うん、アンカーにサンペールさんが入る形、はいはい、で右ウイングバックに西大悟左に酒井豪徳で中に山口蛍とイニエスタが入る形 2> ーーで2トップに、うんえー、ダビド・ビジャでもポドルスキーでもなくーうかドーグラス、ね、で古橋さん。 面白いチームだな、どっちも。ね,<ー>ね<ー>なるかと思うんですよ。えー、で、このえー、神戸に関しては3バックプラスで考えると、ね、え3142というか、うんうん、もしくは3322というか、うんうん、そんな形になるんじゃないかなという想定で考えております。なるほどね。はい。組み合わせで見るとより興味深いですね。これだから実はあのかなり噛み合わせになっていまして。はい ティラトンと仮定しますそうすると松原 VS 酒井豪徳とサイドバックとウイングバックの対戦になる。で、マリノスの2ボランチに対して神戸側のインサイドハーフ2人、荻原、木田のところに山口太郎とイニエスタ。さらにサンペール対マルコス・ジュニオルだったり、ドーグラス対畑中、古橋対シアゴ・マルティンスになって、3バック対3トップになるから完全に1オン1の形なんですよね、各ポジションと。そんな形になっております。見どころとしてはたくさんあるんですが、メインとしてはこの赤羽。 赤丸になっているところとえ黄色に丸がついてるところが真ん中にあると思うんですけどえここら辺の話をしたいんですがちょっとここのマッチアップだけ先にお伝えさせていただきたいところがあります丸の他にもはいまあちょっと丸のところにちら入っちゃってるんですけど大木原さん対山口さんわセレッソでボランチコンビそう踏んでたもんね二人がセレッソ飛び出してあ本当だねそんな二人ここで戦うしかも マッチアップする場所にいる本当だ本当だここドラマだね面白いっすよねはいはいはいこれ涙もんだねちょっとねちょっとこれ面白いですよまあそんなところがありますよという形いなっていたりしますあとはそれこそ飯倉さんもそうですよね神戸でちゃんとタイトル取って確かにそうマリノスと戦うぞと これ、ちょっとそうだね。ね白い形になるんじゃないかと思いますで、ちょっと2人とも前に出るキーパーだから、途中でね、パックン・イルギーといくらがすれ違うシーンとか見たいよね。ないかな、ないかな。あのもし見つけられたら、その部分、の写真送って、僕か、もしくはツイッター上げてください。終盤のパープレントがありそうですね。 もうあのいくらでドリブルでダって言ってイニエスが止めるってお前来るなあるかもしれないですけど間違ってほしいなそうですねまず赤赤黄色の順番でちょっとお話ししていきたいと思いますまずはこちらですねまず神戸のえあごめんなさいマリノスの公園からじゃ行きましょうか えー、右下ご覧ください中川フェルマーレンのところにいポイントがあるんですが<ー>、えーまあ、それぞれのポイントが、まあ、1対1の構図になっているのではい、はい、誰が誰をそれこそ、えー、打ち下すことができるのかっていうのが、うん、完全に一つのポイントにはなってくるんですよ。なった時に、うん、一番ペアリングとしてあれ ここ完全にタイプが違うぞっていうのはいかなと思っておりますりスピードタイプの中川とバランスそれこそ正確なフィードタイプでいて体がっしり強いフェルマーレンっていう形なのでスピードでフェルマーレンを中川がどれぐらい抜き切ることができるのかもしくはそれをもう肉弾性で止めちゃって体格上にいるドーグラスまでポーンってこうどれだけフェルマーレンが凍ることができるのかっていうので話は変わってくるん じゃない力だもんんねねルマーレなでここのスピードエスパワーにご注目。はい 逆で今度は神戸の攻撃、うん、そしてマリノスの守備というところを見ていきましょう。はい、となると、畠、うん、中 VS ドーグラス、うん、ここにも一つのマッチアップポイントがあります。ドーグラスさんといえば、清水で、うん、昨年、えー、もうチーム内得点ランキング1位、アシストランキングも1位ということをやってのけたんですが。日本最強外人みたいなもんでしょ、でもうう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 ね。そこに プラスアルファ、ドーグラスさんってあの北川晃也選手がいると、うん、よりその力を増したんですよ、お互いにその相乗効果ってことがあったんですが、な,なぜか、これもぜひね、あの実際に現地でマーサにも見てほしいんですけど、うんうん、北川晃也、そして古橋亨吾この二人に、はいえー、実は一つ似た特性を持ってるんです、この二人。実はこれ、ミルワカの一番最初の動画でも話したんですが、セントラルウインガーという。ははははいはいはい、はい 特殊能力を持っていましてン古橋さんはもともとドーグラスとツートップ関係にはなってるんですけど、うんえー、自分がイニエスタからボールを引き出すっていうパターンの時だったらあの自分でそのアクションを起こすんですが、はい、もう一つあるのが真ん中から外に開きます。はい、なので、えー、古橋が例えば畑中またはチアゴ・マルチンしてセンターバックをサイドの方に 促していきますうそうするとその元々のセンターバックのポジションにぽっかり隙間ができるんですねそこをドーグラスがパワーで畑中をどう料理していくかこんなところは注目でここなんでこういうことを言うかっていうと、うん、畑中選手が100%の状態であるんであればこれも 間違いなくこういい勝負50、50−50 の可能性はあるんですが、うん、ちょっとそこまでに完全に治った状態で来るかと言われたら、まだ分かんない、はい、もしくは伊藤選手、または山本選手あたりが出るってなったら、うん、えまたそこはどうなってくるのかっていう話になってくるので、このポジション、千谷ゴ・マルチン選手の相方となるポジションの選手か、えー、どれだけドーグラス選手を止めることができるのか、うん、もしくは古橋の,そのセントラルウィンが外にこう流すような動きに対して、つられないでいられるかっていうところには、皆さん、ご注目。 いければいいいいいんじゃななかと思ますや、見どころがちょっとスパッと入ってまいりましたよ。いや、そうなんです、本当にこの両チームがね、素晴らしいチームだからです、ございますよ、それは。まあまあメンバー変わってね、どうなのかっていうところですけども、これはズバり、どっち優勢いや、どっちでしょうね、ただね、い番最後にとある一人に対して研究したい人がいるので、研究したいい人がるので先に真ん中の黄色だけお伝えして、はい、いきたいと思います。 ここの真ん中が先ほど山口蛍荻、えー、原貴弘というマッチアップもあるんですが、うん。はいうん これ面白いのが、えー、大木原、木田、マルコスはある程度近いところでのプレーになるんじゃないかなと思っているんですよ。そう考えると実はイニエスタ、山口、蛍、サンペールという3人のトライアングルに、うん、マルコス、実はちょっと入っちゃってるんですね。ある意味、1対3の構図になる可能性はあって、えー、なんでそのマルコスを自由にするために蛍、うんね、イニエスタ、サンペールというこのトライアングルから脱ぎ足させるために大木原と木田がどんなアクションをしていくか <laughs>、はい、または。 上がってくるティーダと松原健っていうこのサイドバック2人がえどういうアクションをするかですべては変わってくると思います。 両チームとも、えー、いわゆるファイブレーン理論なんて言われるこのハーフスペースを、ね、使った戦術だとか、めちゃめちゃうまくて、その一人として、まあ、神戸だったら古橋選手とイニエスタ選手っていうこのコンビネーションだったり、もしくはマリノスの方だったら、えー、ティーラと松原健っていうサイドバックがいわゆる偽サイドバックなんてことをやってきて、うんえー、前線メンバー3人プラス、マルコスプラス、偽サイドバックとして上がってきた1人、うん 1> えー、この5人で攻めていくって形がありますので、うんえー、そんなところにご注目いただければいいんじゃないですか。 な,なるほど見ど見ころわかりましたね、はい、ただ、うん、やっぱり両チームとも正直すんげえチームじゃないですか。はいね、周りのサポーの皆様、うん、ミステルサポーの皆様、うん、となってくると。 結構ゼロゼロっていう展開もあり得るうるうんがっちりかみ合ってねだからえ神戸の皆様にはこの人に注目そしてえマリノスの皆様にはこの人を抑えなければならないのよという重要人物を最後にお伝えして<っ>今日の<っ>えこのスカウティングのラストにしたいと思いますどれだどれだゼロゼロってことはなんだこれフリーキックっていうことですかセットプレーこの日ってある意味、うん、J の開幕戦みたいなもんじゃないですかある種ねある種,、ね、ある種うん あれ JFLJ3J2J1 <FL> と各カテゴリーの開幕戦で点を取ってきたあの男が,男が、ね、しかも天皇杯でも取ってこれゼロックスも取ったらもうちょっとギネス乗るんじゃないこれっていう完全なるシーズン開幕男が神戸にいますね、うん、茶髪のお兄ちゃんだ藤本ちゃゃんんだ藤本ございまあそうかー。はい これ各種メディア注目してるんですかさあどうでしょうこれある種難関っていう話だよねそうもう4冠取ってるわけだからそうだからそれである意味2020の最初も取ったわけですよそういうことだそうでだって国立の最初も取ったんでしょ新国立のしかもあれだよ中川に関しては令和初ゴールあっ令和2年初ゴールは違うないやでもある意味この J の J のこの初の試合2020の開幕んなあま綺麗じゃかった 藤本選手にものご活躍にもちょっと期待していただきたいと思います。ありがとうございます。はい、以上でございました。楽しみになりました。ちょっと現場に行ってまいりますので、はい、えー、ぜひマ、まあ、さん。 そして行かれる方々でテレビでご視聴される方々、現地リポート並びに視聴レポート、おお待ちしてります私、この写メをね、この動画をスクリーンショットして、眺めながら見たらよろしくお願いします。もし会場で見かけてくれた方は、で遠くからその画像だけちらっと見せて、似合っってしまたぜひね、あとマリノスのスタッフの方々、ヴィッセルのスタッフの方々、ロックスのスタッフの方々、もしできましたら、こちらの動画を大きいそのビジョンでも流してください。無無理理 画素がすごいからね、大きいから、はいはい、頑張ります。ということでございました。ありがとうございました。はい、ミルクさん、かがみチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。動画出しておりますのでぜひね、ライブもやっております。詳しくは概要欄ご覧ください。お願いします。はい、ええ、九時には毎週月曜日、ライブ配信やってるよ。ということでございました。はい、二月もなんかイベントやりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先生、また会いましょう。では、どうでしょう。ノーミルクサッとでした。ゼロックス、楽しみましょう楽しみましょう。